こんにちは、クレイジーハネムーンのリキヤです。今回はですね、珍しくカメラについてお話していこうと思います。で、今回僕が新婚旅行世界一周に持っていったこの α6400 というカメラ、このカメラがめちゃくちゃ旅人だったり旅行好きの方におすすめなので、それについて話していこうと思います。まずはですね、オープニングにこのカメラで撮った作例見ていただきたいので、ぜひ楽しんでください。はい、ということで作例の方いかがだったでしょうか。この小さなカメラで撮ってるとは思えないぐらい綺麗だったんじゃないかなと思っています。でですね、いつも僕のチャンネルではですね、Vlog だったりとかシネマティックだったりとかプロモーションビデオとかね、観光地のプロモーション動画みたいなのを作ってアップしてるんですけども、なんで今回ねこのカメラについてお話しているかと言いますと、2点理由があります。1点目はですね、実際に僕がこのカメラを2年間使ってめちゃくちゃ使い込んで、相当このカメラに詳しくなったので皆さんに紹介したいというのが1つ目です。2つ目はですね、このカメラ実際ね、もう2年以上前に発売されているので、めちゃくちゃレビューしている方多いんですよ。もう世の中にレビュー溢れているんですけども、そのレビューがですね、動画クリエイターの方だったりとか機材レビューアーの方っていうのがやっぱりほとんどなんですね。じゃあ僕は何者なのかというと、僕はどっちかというともう旅人なんですよ。もう旅が大好き大好きたまらないんですけども、カメラも好きみたいな位置づけなんですね。なので僕がいつもカメラを選ぶときは、旅に向いてるかどうかみたいなことをめちゃくちゃ考えるんですよ。旅ではこういうシーンがあったり、こういうリスクがあったりするから、じゃあどのカメラが一番いいのみたいな感じでカメラをいつも選んでます。で、2年前の僕は自問自答した結果、このカメラを選んだんですね。で、まあ、何が言いたいかというと、旅人が旅人のために α6400 をレビューしているというのは、多分ね、日本国内ではね今のところないんじゃないかなというふうに思っていますので、今回はそういった切り口でこのカメラについてお話していこうと思います。はい、ではまずなんで僕がこのカメラこんなに好きかというと、いろんなものをね僕にね与えてくれたからなんですね。で、まあじゃあ何を与えてくれたかというと、まずね僕はですね、新婚旅行世界一周で、まあね、コロナの影響でアフリカ大陸半周ぐらいしかできなかったんですけども、約1年半このカメラを持っていろんな国に行きました。で、まあその旅の話はね、過去の Vlog とか見てもらいたいんですけども、まあざっくり言うと、カーボベルデという国に入国した途端コロナが流行ってしまって、その国に1年2ヶ月いたんですよ。脱出することができなくなってしまったんですけども、このカメラに救われたんですね。で、どう救われたかというと、まあ、このカメラでいろんな撮影をして、僕がインスタグラムとかにアップしていった結果、いろんなね現地 の, レストランとかホテルからオファーがあって、食べ物無料にするから撮ってくれよっていう連絡があったりとか、あと5つ星ホテルのオーナーからも3ヶ月ぐらい住んでいいから、なんかプロモーション動画たくさん作ってよみたいな依頼がめちゃくちゃあって、そのおかげでこの1年2ヶ月カーボベルデにいた1年2ヶ月っていうのはほとんどお金を使わないで済んだ。むしろね、最後の方はですね、動画制作会社っていうのを作ることになってお金もいただくことができたんで、まあ、本当にこのカメラに、ね、救われたなと思っています。で、さらにですね、そのまま活動をですね、政府の方が見つけてくれて、政府からね仕事を依頼してもらったりだったりとか、あとは東京オリンピックカーボベルデ代表の公式アンバサダーに選んでもらったりだったりとか、あとはですね、日本のキー局のテレビをはじめ、ニューヨークタイムズだったり BBC だったりインタビューが殺到しましてですね、本当に、ね、今までだったら絶対経験できなかったような経験っていうのもこのカメラのおかげでさせてもらったんですね。だからもうこのカメラ本当に好きで、もう皆さんにねぜひおすすめしたいなと思って今撮影をしています。ということでですね、今回ねこのカメラがなぜ旅人におすすめかということをちょっと洗い出していった結果、個人的には、ね、7つ理由があると思っているので、まあ、こちらをねランキング形式でお話していこうと思います。はい、ではまずですね、第7位なんですけども、第7位はオートフォーカスがめちゃくちゃいいということです。このカメラ7年前のカメラなんですけども、現行の機種に負けないぐらいオートフォーカスがいいです。で、なんでオートフォーカスがその旅人に重要かというとですね、やっぱ旅してる時ってとっさに撮ったりとか、ズボラに撮影したかったりとか、あとはねやり直しの効かない撮影っていうのはめちゃくちゃ多いわけです。例えばね、現地の人がすごいね綺麗に泳いでいて、でそれを撮影するじゃないですか。で、
あちょっと設定ミスったみたいな、そのフォーカス外れてたみたいな時に、じゃあもう一回同じとこ同じように泳いでとかって言えないわけじゃないですか。なんで基本ね、旅先の撮影って一発勝負なんですよ。なんでオートフォーカスめちゃくちゃ大切だと思っているので、もうこのカメラは本当にオートフォーカスも抜群に優秀なんで、旅人にすごくおすすめだなと思っています。はい、アルファ6400が旅人におすすめな理由第6位はですね、全画素超解像ズームという機能が備わっているということです。この機能あんまり聞き慣れない方多いと思うんですけども、これソニーのね、特許なのかな、ソニーしか多分ないと思うんですけども、ソニーのめちゃくちゃすごい技術です。このレンズ単焦点レンズといって、ズームのできないレンズを僕よく使ってるんですけども、まあ、その理由は小さくて、あとはボケが綺麗だからっていう理由なんですけども、その分このレンズデメリットがあってですね、ズームができないんですよ。厳密に言うとデジタルズームっていうのはできるんですけども、これってただ単にこう画像を拡大してる感じなんで、もう圧倒的に画質が落ちてしまうんですね。で、全画素超解像ズームっていうのはデジタルズームなんですけども、画質がほとんど落ちないっていう機能なんですね。どうやってそんなことができるかというと、拡大 してるんだけど、その足りない画素の部分を AI が補充するみたいな。なんでこのお手軽にズームができるっていうのがすごく魅力 で、旅先でですね、ちょっと寄れないところだったりとか、あと遠くに動物見つけたみたいな時って結構あって、そういう時にね、やっぱズームしたいなとかって思うんですけども、やっぱズームレンズつけちゃうとめちゃくちゃ重くなっちゃうんで、旅に向いてないよねみたいな感じのこの葛藤があるんですね。そんなね、葛藤をね解決してくれるのがまさにこの全画素超解像ズームだと僕は思っているので、この α6400 めちゃくちゃ旅人におすすめだなと思っています。はい、そして第5位はですね、コストパフォーマンスがいいということです。旅人のね、9割9分9厘の方はね、コスパっていう言葉が大好きだと思うんですけども、僕もその一人なんですけども、やっぱりね、旅中って結構コスパを意識したりすると思いますし、旅中少しでも贅沢するために持っていく機材だったりとか、カバンだったりとか服だったりを少しでも安いものを買うみたいな方多いと思うんですけども、本当にこのカメラまさにそれが可能だと思っていて、やっぱりね、フルサイズの最新の機種とかのカメラを買ってしまうと20万30万とかかかってしまうんですけども、このカメラ実はね、10万円切ってるんですよ。9万前半ぐらいで買うことができるんで、そしたらね、その浮いた分のお金を旅に回すことができるっていうので、めちゃくちゃいいと思います。しかも安いっていうだけじゃなくて、パフォーマンスめちゃくちゃ高いんで、コストパフォーマンスといったところに関してはすごくね、高いカメラだと思ってます。これ本当にコスパ、本当に今出てるカメラで一番いいんじゃないかなっていうぐらいコスパがいいです。はい、第4位はタフさです。で、こうタフさっていうのを表す指標っていうのはあまりなくて、防塵防滴かどうかみたいな、まあ、そういうのがあるんですけども、このカメラ実は防塵防滴ではないんですけども、実際にね、僕が1年半アフリカはめちゃくちゃ過酷な環境で使いまくっていて、もう全く壊れる気配がないんですね。ナミビアの、ね、ナミブ砂漠だったりとかね、あとはね、モーリタニアのサハラ砂漠からね、砂ぼこりがたくさん飛んでくるセネガルであったりとか、あとはですね、カーボベルデもですね、やっぱりウィンドサーフィンとか、あとサーファーの方たちがね、世界中からやってくるぐらい風がめちゃくちゃ強い国なんですけども、僕たちはですね、いつもね、ビーチ沿いの家に泊まっていたんで、めちゃくちゃ砂ぼこりが飛んでくるんですけども、そんなところで1年以上使ってても全く壊れる気配がないと。オートフォーカスも完璧だし、砂ぼこりも特に入ってはいないんで、このカメラタフさめちゃくちゃ強いと思います。旅人はね、やっぱりね、かなり過酷な状況でカメラを使うことが多いと思うんで、タフさっていうのもね、一つね、大事な指標となってくると思うんで、他のカメラは僕は分からないですけども、このカメラに関してはすごくタフっていうのは分かったので、皆さんにね、ぜひおすすめしたいなと思います。第3位はですね、これです。チルトモニター。もうね、旅人でね、動画やる方、特に Vlog やる方だったら絶対こうやってね、自撮りするシーンがめちゃくちゃ増えると思うんで、そういった時にね、こういうチルト液晶だったりとか、あとはバリアングルっていう横から出てくるようなカメラは必須だなと思います。最近ね、やっぱバリアングルとか増えてきたんですけども、それでも、ね、やっぱ半分以上のカメラはこのくらいしか動かなかったりとか、こう自撮りはできなかったりするんで、まあ、こういったカメラを選ぶのがクオリティ高い Vlog を作る一つの方法なんじゃないかなと思います。やっぱりね、オートフォーカスとか露出とか合わせやすいですし、あとは撮影ボタン押せてなかったみたいなミスも、ね、減ると思うんで、時間もね、短縮できると思うんで、やっぱり旅中って時間をね、少しでも有効活用したいっていうところもあるので、このカメラはマジでおすすめです。そして第2位はですね、軽さです。軽いっていうのはね、正義なんですよ。旅中って本当に移動が多いんで、もう重いとね、疲れちゃうんですね。で、重くて疲れる日がね、重なると、もう今日カメラ持っていかなくていいわって絶対なるんですよ。でカメラ持っていかなかったら、せっかくいいカメラを買ったとしても本末転倒なんで、軽さっていうのはね、旅中は絶対重要と思います。アルファ6400が旅人におすすめな理由第1位は小ささです。はい、軽さと一緒なんじゃないのっていうふうに思ったそこのあなた、はい、
まあ確かに似てるんですけど、僕の中では全然違います。小ささの方が旅人には重要なファクターだと僕は思っています。その理由なんですけども、これです。さっきからついてたカバン、なんだ、なんでお前はカバンつけてんだって思った方多いと思うんですけど、このカバンに入るっていうのがもうめちゃくちゃ旅には重要だと思ってます。ではなぜここに首にかけるストラップだったりとか、あとはね、ピークデザインのキャプチャーだったりではダメなのかというと、カメラが見えてしまうからです。旅先、特に海外旅行ではですね、カメラを見えるところにこう出すっていうのはね、よろしくないです、正直。これはね、日本だけです、大丈夫なのは。日本以外の国は基本的にカメラは隠した方がいいです。カメラを持っていることによって、危険な目に遭うことも多いですし、また旅行者っていうのがバレてしまうんですね。で、旅行者っていうのがバレてしまうと、まあ、危険な目に遭うことも多いですし、物売りがね、しつこかったりね、物売りがしつこくても時間をたくさん搾取されたりとか、もお金もぼったくられたりとかめちゃくちゃするんで、カメラって絶対隠した方がいいです。カメラを隠していかにも私はローカルですみたいな顔をねするのが旅をねコスパよく楽しむための秘訣だと思っています。じゃあね、リュックとかにカメラ入れて持ち運べばいいじゃんって思う方いるんですけども、これで2個デメリットあるんですよ。一つはリュックを毎回持っていくのめんどくさいんで、もう今日はいいやみたいな時、例えば夕飯ちょっとご飯外で食べに行くみたいな時にわざわざリュック背負っていくのめんどくさいじゃないですか。でカメラを持ち出さないっていう、さっきと同じ本末転倒が起きます。で、2つ目がですね、例えばじゃあ夕飯を食べに行った時、じゃあリュックを持ってったとしても、リュック絶対置くじゃないですか、リュックだったら。で、置いてしまったらここでスリにあったりとかひったくりに遭うリスクが出てきちゃうわけなんですよ。ただこのカバンだったらもうこのままご飯食べれるんですよ。ご飯食べたりなんか遊んだりできるんですよ。常にここにつけながら遊ぶことができるっていうのは、特にね海外旅行した時めちゃくちゃ重宝できると思うんで、このカメラに入れれるっていうのが僕の中ではすごくね大きな指標なんですね。ということで、おすすめな理由をね今ざっくりお話してきたんですけども、じゃあいまいちな点ないのっていうところなんですけども、いまいちな点は一つだけあります。それがですね、手ぶれ補正がないところです。手ぶれ補正ないのは、まあ小ささだったりコストパフォーマンスとのトレードオフなんで、その小ささでその金額だったら手ぶれ補正あるわけねえだろっていうツッコミあると思うんですけども、まあまさにその通りで、この金額とこのサイズでは手ぶれ補正は無理です。ただ、まあ、似たような機種で言うと α6600 ってもうちょっと高い機種であれば、少しサイズも大きいんですけども手ぶれ補正がついていたりとか、あとはそれよりもうちょっとね高いフルサイズの α7C っていうカメラも手ぶれ補正あるんで、まあ、そこはねサイズだったりお財布との相談ということでいいと思うんですけども、まあ基本的に旅人には α6400 で十分なんじゃないかなと思っています。手ぶれ補正どうやって対策するかというと、まあ、何個かあるんですけども、一つはねオズモアクションだったりとか GoPro だったりとか のアクションカメラを併用するということですね。手ぶれの対策が必要な時だけオズモアクションだったり GoPro とかを使って、そうじゃない時はこの α6400 を使うことでこう役割分担をすればクオリティの高い Vlog が撮れると思っています。またね、もうちょっと画質だったりクオリティにこだわりたい方であればジンバルっていう機材を使ったりとか、あとはですね、個人的にすごくおすすめなのはレンズにね手ぶれ補正がついているものを選ぶっていうのがいいかなと思っていて、特にね僕がめちゃくちゃ旅人におすすめなレンズはこの 35mmF1.8 というこの APS-C 用のレンズなんですけども、このレンズはこんだけ小さくて手ブレ補正もついていて、なおかつめちゃくちゃ綺麗な写真とか動画撮れるんですね。なので、まあこういったレンズを使えば手ブレ補正も抑えれますし、それでも足りない時はまあオズモアクションだったりとか GoPro だったりとか、あとはスタビライザーを使うことによって、まあ、総合的にねいい感じの Vlog が作れるんじゃないかなと思っています。ということでですね、今回はこの僕の大好きな α6400 というカメラを旅人目線でレビューをしてみました。いかがだったでしょうか。結構斬新なねテーマだったと思うんですけども、このレビューね、もしね評判良かったらまたねこれからも続けていこうと思いますので、ぜひねコメントだったり感想だったりとかもねいただけたら嬉しいなと思います。基本的に僕はですね、旅先での Vlog だったりとかプロモーションビデオみたいなのを1分ぐらいの動画を作ったりしているんで、もし興味ある方おすすめの動画っていうのをね概要欄の方に貼っときますんで、ぜひチェックしていただけたらなと思います。ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Bye.